青い方を上に置きます。三角に半分に折ります。そして、抜けて、こことここがつくように折ります。で、折り筋をつけたこことここがひっつくようにこう折ります。で、反対側のこことここがひっつくように折ります。そして上の部分の1枚だけを1枚に折り返します。反対側も同じように折り返します。これでコップの完成です。折り図での説明です。1、半分に折ります。2、丸印の部分の2つが合うように折り筋をつけます。3、丸と丸が合うように折ります。4、丸と丸の部分が合うように折ります。5、上の三角の部分をそれぞれ折り下げます。そして出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。